はい、こんちゃーす。レトルトと申します。ポケパークウィー実況プレイ始めていきましょう。はい。じゃあ今回は、プリズムのかけらをね、2個集めたので、今回ちょっとね、このグリーンゾーンにいるポケモンと、まあ、仲良くなりましょうか。まだ全然、ストライクとかあっちにいますけど、まだ全然喋りかけてもいないでね。まあ、こうやって、おはい、いい感じですね。ピカチュウの10万ボルトも絶好調。もう強さってのもね、上がっていくんでしょうけどね。まあ、ライアンテールは覚えてないみたいですけど。これ、気づいたんですけども、チコリータのこれ多分、チコリータのこの左についてるやつと、このペラップの右についてるやつじゃ多分この仲良さの度合いが違うのかなって思ってるんで、ちょっと考えてやっていこうか。まだ会ったことないポケモン重点的に会っていく？うわ！ドダイドスがいる。わぁ、偉い。お仲間に入れて。エーファムってでかいんやない？あ、友達にこそ負けたくないって気持ちになったりしない？大抵の子は友達になった後、こっそりトレーニングして力を上げる。はい。おう、しましょう。この子女の子やったね。エイパム早そうやな。ほら！うわぁ、結構早い。待て。おし、追い詰めてる追い詰めてる。ピカチュウ。おぉ、逃げるね。ほら。お縄頂戴せろ。尻尾つかめ。よし。結構こう、手荒な真似するよな、ピカチュウ。捕まっちゃった。よし、ポケパークのエーパーみんな友達なんでな。うわあ、テテボース来た。じゃあこのドダイドドダイシーバルの心を動かしてグリーンゾーンを変えたというのは俺です。俺です。シキバナとエンペルトとバシャーム3匹が仲直りできるといいな。お前もそれぐらいタメを張る立場であるはずやけどな。勝てるか。格上すぎり。まあ、地面タイプが効かないってことやろな。じゃあこんなやつに体当たりで。わあ、初めての超格上やな。おお、種爆弾かなあれ。だが、所詮カメ一体当たってない。ほらー、うわーい。ターン。よし、食らってる食らってる。ピカチュウ、うわー。痛い痛い。お、半分。お、ドケマンキー。ほらー、よしよし、あと一発あと一発。種爆弾撃ってるところ、ターン、うわーい。嘘やん、効果抜群やな。じゃあもう一回やります。痛い。わーい。ちょっと無理やな。ちょっと無理でした。ちょ、エテボースさん、ツインテール、スギバナのアトラクションやりたいな。ロープが一番下に来たと、来た少し後にジャンプするといい記録。へえ、バトル、こいつも、やばいな、ヒットポイントが少ないから。追いかけ、おおおら、何や今の、今の技は何や。岩投げか。うわぁ、よし、おらかっこよくやっつけたな。悪いな、さすがやるわね。よしよし、じゃあどんどん友達になっていきましょうか。
なっぞお花にいっぱいのゾーン。かくれんぼ。決まった時間の中で相手のポケモンを見つける力比べなのかこれは。 B ボタンでピカチュウが向いてる方を見られる。ピカチュウが向いている方を見られるぞ。おう、よくわからんけど、ピンクのお花切ってくれるとこ優しいな。え、あ、左の方にいいのかな。あれこの辺にいるのじゃないの。あれ、いない。え、あ、おい、今声聞こえたぞ。ん、いや、近いな。え、うるさい。え、近いって。あ、いた。むずいな。火加減の時とは違うな。見つかっちゃった。かわいい。あら。よしよし。じゃあ次は、あ、キモリか。フリフリダッシュやらせてくれなんて言いにくいよな。追いかけっこしよう。おっす、うわー、はえー。早い早い、キモリ早い。わあ。やばいやばい、こら、結構広いなフィールド。おお、あーし、おーし、よーし、次はギミロル。あー、ごめんよ。チコリータが持ってきてよかったわ。いつの間にかたくさんの子が遊びに来てるし。おお、よし、やろうか。ウサギやからな、速そう。おお、ぴょんぴょん跳ねてる、かわいい。うわあ、うわあ、結構速いんじゃないの。そうでもないか。おらー。よーし、あれで瀕死状態になる、なることもあるんじゃないか。飛ばされちゃった。よーし、ありがとう。あら、ハスボー。わ、結構来たね。結構ポケモン遊びに来るね。ウソハチ。嘘ついたかな、どうやろう。嘘つけよ、お前は。お前の存在が嘘やろ。かくれんぼ。まあ、嘘はつやかくれんぼやろな。絶対岩のそばや。でもこれかくれんぼ一番むずいからな。岩。岩ってこれかな。あ、結構むずいな。お前らちょっと我慢できみたいな。バタフル。リーポケパークは安全だよ。だって空高くから不思議な力で守られてるって聞いたことあるもん。へえ。ああ、はい。バタフリー早そうやな。おい、うつけやるぞ。うつけめ。おお。分身した。なんで、ほら、うわ、おい。なんでどこの子な、追いかけっこちゃうかったの。うわあ、攻撃するんや、追いかけっこ。ほら、ほら、わーい、くっそ、あ
あいつ空飛んでるとか汚いぞ。おらー、わあ痛い、ハスボー今捕まえたやろ。ガッと、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 とい、とい、うぅ、おぉ、やるやんけ、さすが最終進化系。よし、君には争そう、やったね。次は、次は、ハボハボハウスゾーン。うわぁ、ルイージマンションみたいな感じか。あ、こいつバトルか。草タイプか。相性はいいとは言えんな。でも体力的に大丈夫やな。おっす、電気ショック、おらあー、くそ、外した。普通に電気ショックじゃいいねよし、わー、安定感あるねすごい鮮やか鮮やかか。よし、じゃあそろそろ次に行こうか。まあ、友達リストはまあこんな感じですね。まだこの親友かな、このになってないやつもいますが、とりあえずまあ尺的にストーリーを進めましょう。じゃあストーリー進めます。見回したいとき、はいそうですか。カメラのレンズが覗いてるような見え方。ちょっとやってみましょうか。あ、へえ。はあ、こうやって主観モードができるんや。わあ、これはちょっとサムネ的にありがたいな。じゃあちょっと、まあ、いろいろやっていこう。じゃあ次、やるよ。集いの広場。中間所みたいなとこかな。そこからいろんなゾーンに行けるみたいなさ。これがアイアンテールかな。わっ、でっかいウソッキーみたいなのがいるぞ。あ、ムーマ、かわいい。うわー、あれちょっと実際使ってる。うわー、あそこに惜しいやつがいる。グリーンゾーンのトラブルを解決したそうだな。なかなかやるやろ。あら、チコリータでプレイさせてほしいな。はい、やっぱりそうやな。うん、あちこちのゾーンから集まったいろんなやつらがいる。フワライドとムーマとエレブみたいなしてこいよ。牛耳ってるんやろな、やっぱり買い物みたいなとこかな。お前どうしてん、はぶられてんのか。おう、よっ、よかったね。見た見た。え、ツリーハウス。わあ、さすがチコリータよね。おお、強いちょっと、まずエレブーに話しかけようか。痛い。レブー。レブー。よ、強くなりたかったら俺に任せろ。それぞれ得意なこと、掘り出しのあるポケモンに教えてやるつもり。はい。なるほど、なるほど。350個か。ちょっと待って、まず体力やと思うね俺、うん、お前ちょっとあるポケモンパクってんのちゃうかお前ヘイ。グリーンゾーンやゲームゾーンのやつらも、うわー、ここのやつら吹っ飛ばされないな。
あら、マダムがいる。マダム。あら、ようこそ。ここは写真展よ。あなた、写真の撮り方は知ってる？写真撮ってみよう。え？あら。二種の撮り方。ほうほう。はいはいはい。あ、さっきのやつね。ええー、SD カードに保存。新しいフィルム。Wii 本体保存メモリ30枚。30枚か。SD カード買ってこようかな。うんまー、ありがとう、ありがとう。ん？撮ってみようか。どの子がいいかな。じゃあちょっとチコリータ撮ってみる。はい、とりあえずなんとか写真撮れました。ね、うまー。じゃあちょっと見てみます。はい。え、お店の中入る。これいいね。チコリータ保護しとこう。よしよし。おお、ムーマの写真いいな。こうやって写真撮っていくとね、サムネに困らなくていいよね。じゃあやっていこうか。体力を上げてくれる人がいないかってな。お、あー、こんなポケモンおったな。なんて名前やったかな。ズガイドスか。お前グリーンゾーンのやつらと友達なんだって。え、完全に拒否られたな。お、スコルピ、もう開けろって。え、お前ら投資ゼロやな。あ、ミミロル遊びに来たの。グリーンゾーンでアトラクション遊びるようになったのね。え、妹がフワライド。君大活躍だね。噂がここまでと。ミミロルちょっと邪魔やわ。グリーンゾーンを自由にしてくれてありがとう。可愛いけどちょっと邪魔やわ。え、木の実の絵が描かれたフワライドの乗り場。はい。へえ。あ、ルーラ的な人か。なるほどなるほど。じゃあこの3人に話しかけたから、とりあえずペラップのとこに戻って、ペラップさん、とりあえず3人に話しかけたから。あれ、映画に出てるね。お前ちょっとお前の親玉連れてこいよ。え、普段なら誰も通さない決まりだが、どの調子なの。わー、新しいゾーン開けたね。よしよし。とりあえず10万ボルト強化してもらおうか。体力いないし。遠くまで届くってのはいいよね、威力じゃなくて。おお。貯めるコツみたいなの教わったんかな。おお、いいね。やってみる。お、ん、ああ、伸びてるね。こいつにやって。最強の兵狩りやな。多分死ぬと思うぞ。わ、来た。サーフィンピカチュウとか、波乗りピカチュウとかいるんじゃないの。じゃあ、ビリゾーン行って、ちょっとして、とりあえず今回終わろうか。歩いてるな。お、いるかな、俺の大好きなポケモン。うわ、結構広いね。サニゴ
あ、怪盗ペリカン。ヤドンがいるね。なんかあそこで仲つづまし、うわっ、かわいい。ギャラドスさんとオーダイルさんの喧嘩すごかったね。え、ヤドン、ヤドン、ほとんど壊れちゃったもんね。ルリリルリリルリリ、かわいいな。赤ちゃんやのにえらいちゃんと喋るな。おう、やど、地面が揺れてるよ。はあ、わ、ポケパークでも、おお、おし、やど、ここでの戦いはなんか楽そうやな。バトルやったら珍しいね。はい、アイスゾーン、ラプラスさんね。ラプラスに乗って。この辺耐えたりしたら前キャタピオしてきてんけどな。ないか。シャワーズがいる。あ、ペラップ。前どこでもいるな。さっき地面が揺れたな。俺だって気づいたぞ。飛んでるのに。はい。ビーチゾーンとアイスゾーンってのはまた別なのかな。お、なんやこいつ。あ、鬼スズメか。じゃあヤドンと話しかけよう。ヤドンと追いかけっこして終了。こいつ呪いやろ。ウィー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 、やっぱりな。じゃあ今回はヤドンとお友達になった時にところで終了させていただきます。じゃあありがとうございました。